不妊県はペリューの中央高地にある県である。その中心地は湾海洋である。この県には極めて異質な地形がある。リマ県との県境近くに位置する西の山脈は山頂が雪や氷で覆われている。東には標高の高い大地で終わる高地の氷河の谷がある。不妊高原はラオロヤシとセロデパスコ市の間に位置している。県の人口の多くは ワンカベリカ県との県境まで広がるマンタロー谷に集中している。東の方、熱帯雨林の寸前には、きつく傾斜した山腹に、高度の低い雲の下の森林によって覆われた、狭くて深い峡谷が数多くある。ワイタバエアナ山群は、県の南の中央部にある。この山群に、この地域で地震が発生する原因となる、大断層が存在する。高知のジャングル、そして、 トゥールーメイヨ川とパオッカートンボウ川、ペレネ川、エネ川の侵食によって形を作られたとても長い谷が県の東部にある。ペルー国内で最も大きな湖、不妊湖はパスコ県に属する北端部を除き、不妊県内にある。トロモチョさんも県内にある。不妊県は北においては、パスコ県、北東においては、ウカヤリ県、東においては、クスコ県に接している。 マンタロ川は南でアヤクウチョ県とワンカベリカ県との県境となる。そして西においてはリマ県との県境となる。不妊県の年間平均気温は摂氏13.1度、最高気温は摂氏17度、最低気温は摂氏0度である。雨季は11月から4月まで、熱帯地域では12月から3月まで続く。行政区画は9つの群に分けられる。 それらは123の地区から構成される。軍は以下の通りである。ありがとうございます。